YouTuber として活動している私が日頃現役で使っている、撮影機材をすべてご紹介したいと思います。2015年1月16日発表版でございます。どうも、iPhone 大好き、マグレで働く YouTuber こと、マグニでございます。自分がね、撮影に使っている機材をね、すべてご紹介したいと思います。まずは、カメラからご紹介していきたいと思います。完全に、私の役得というか、専門分野というか、iPhone ですね。iPhone 6 Plus でございます。新機種が出るところでまた交換するので、またちょっと変わっちゃうんですけど、今の現時点でね、超撮影に使っているこちら。iPhone 6 Plus でございます。続きまして、NEX 5R でございますね。このようにね、自撮りができる、カメラということで、相当重宝しております。こんな感じで自撮りができる、カメラとなっております。デジタル一眼レフカメラというのかな、YouTuber には人気のカメラとなっております。続きまして、こちらです。こちらも一応現役で使ってるんですけれども、5R とは1個古い機種ですね。このようにですね、自撮りができません。YouTube を始めようと思って買ったカメラではなくて、ブログの写真を撮ろうと思って買ったカメラなので、一応、まだ YouTube やる前から持ってるカメラにはなります。こちらね。はい。これが、NEX5T になるのかな、はい。の3つが私のメインのカメラでございます。難点といたしましては、この NEX。動画には不向きです。なぜなら、20分以上撮影できません。熱が、溜まってですね、止まってしまうんですよね。だから、このディスプレイ開けて、ここをね、冷やしつつ、撮影を行うことが必須というか、それに加えてですね、iPhone はね、ずっと撮影できるんでありがたいです。どんどん参りましょう。続きましてですね、三脚、見て参りましょうか。まずですね、こちら。今、NEX5R を支えているこの大きな三脚です。白馬三段三脚というですね、割と本格的な、まあ、そこそこ高かったやつですね。一番初めに私が三脚として購入させていただいたものですね。結構いいですよ。しっかりしてるし。こういう感じで、カメラワークが可能で。こういうところでね、ちょっと、締め付け具合を変更すると、こう、動きがもっと楽になるんですけどね。こういう感じで。スッ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 。こんな感じで、なんかこういう撮影ありますよね。パンって言うんですかね。あともうこういう前後の、チルトですか角度ですかもう変えれたりとかですね。あとこれが、これを緩めることによってですね、もっとこう、チルトが簡単になったりとか。まあ、いろいろ使い方はあるんですけども、こんな感じの三脚です。結構、重宝します。で、ここを緩めると、はい、こんな感じですね。全体像。はい。最大に伸ばして、これです。私が身長180センチとなりますので、こんな感じですね。はい、こんな感じ。いまいちちょっとわかりづらいですが。私の胸元まで来ますね。100、だから40センチくらいまで来るのかな？はい。というわけでね、続きまして、こちら、マンフロットのミニサラ。こんな感じのものです。iPhone を支えることも可能ですし、こうやって、なんていうんですかね、自撮り棒、簡単な自撮り棒にもなります。そういう使い方もできるし、もうしっかりしてるんですよ、本当に作りが。1627円って今、Amazon を確認するとなっておりましたが。そんなローコストなのにもかかわらず、こう、作りはしっかりしているし、潰れないですし、使いやすいというね。多分ね、私が持っているものの中で、最もこう、コストパフォーマンスと、すべてにおいて、優れている、商品でございます。こちら、マンフロットのミニ三脚。はい、マンフロットも近くで見てみましょう。こんな感じです。ここを押すことによって角度は自由に変えれるようになっております。球体型の、なんですかね、三脚、関節があってですね。で、これを広げて固定です。もうかっちりしてます。はい、最高です。はい、続きまして、こちらご覧ください。しょぼい三脚です。じゃーん。超しょぼいですよ。はい、こちらですね。こんな感じですね。ただしね、こういう付け方ができる唯一の三脚なんですよ。先ほどのマンフロットのをちょっとだけ、今出しますが、こうやってね、一応角度付けられるものの、直角にこういう風に付けられないんですよ。マンフロットのミニ三脚ではね。はい。っていう違いがありまして、このしょぼい三脚も重宝しておる次第でございます。近くで見るとこんな感じですね。近くで見るとこんな感じです。じゃじゃんじゃじゃん。で、一応まあ三脚フォルダー付けられて、これクリップは別ですよ。はい。この三脚だけだとですね、しょぼい三脚。はい。ではね、続きましてね、こちらに装着されております。じゃ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 ん。はーい。お手軽ミニ三脚ですね。こちらはもう完全に、台に置くのではなくて、こうやって、この白馬の三脚に巻き付けて、どのように使うのかというと、このクリップに iPhone を挟んでですね、NEX5R でこうやって、この三脚に取り付けて、これぐらい角度をつけると iPhone がこのように、はい。ちょっと角度を調節しつつ、こうやっていい感じの iPhone 撮影台になるわけですね。
iPhone がすごく撮りやすいと。で、こうやってズームもできちゃうので、こんな感じでビューっと撮れると、いうことでございます。で、三脚に関しては以上です。最後にですね、付属品が、4つほどございます。そちらをご紹介していきましょう。はい、まずね、こちらです。先ほどまで iPhone がを、つけておりました、このしょぼい三脚についているクリップですね。雲台ですよね。まあ、名前がね、2ウェイマウントをスマートフォンって言うんですけれども、なぜ2ウェイなのか。こちらに三脚のネジ穴があって、こちらにも三脚のネジ穴があるので、こういう取り付け方やこういう取り付け方ができる。まあ、つまり iPhone をどのような角度でも、三脚に装着することができるという優れものでございます。はい。このように iPhone をつけるには、このホルダーでしか、実現できなかったんですよ。こうやってつけて、iPhone を縦に見るときね。例えばね、これっていうのがね、なかなかありませんでした。で、あとね、これかなりね、しっかりしてます。しっかり。相当強い、こう、ホールド力というか。で、この脇のゴムもしっかりしていますし、滑らないですね、iPhone 自体が。しっかりと挟んでください。続きまして、こちらですね。iPhone6 を挟むことのできるホルダーですね。はい。こちらも結構便利ですね。ただしね、先ほどご紹介しました 2way のではなくて、こっちだけですね、三脚穴があるのが。なので、まあ、使い方は限定されますけれども、大体、すごい、これ自体がね、400円くらいで買えるので安いんです。買うとね、大体三脚、ミニ三脚を買うとね、大体ついてくるんですね、この手のクリップは。続きまして、はい、こちら、オロクリップでございます。こちらは、iPhone6 に取り付けて、4種類のレンズをね、使えるというやつですね。ワイド、で、フィッシュアイ、魚眼ですね。で、それぞれレンズをね、こうやって取り外すことが可能なんですよ。取り外すと、ここがマクロレンズになります。マクロレンズっていうのは接写ですよね。すごく近くを撮影できるようになります。クリップなんですよ。こうやって取り外すことができて、こちらが本体ですね。本体を iPhone に、チャキン。はい、ご覧ください。今 iPhone で撮影。こちらが、魚眼レンズで今撮影しております。外します。こんな感じですよ。全然画角が変わって、もうすごく面白いね、動画が撮れるようになります。こちらはですね、オロクリップですね。じゃーん。はい、こんな感じです。はい、最後にはなりますが、こちら、モノポット、一脚自撮り棒ですね。要するに、こういう感じのやつですね。上から、まあ、例えば撮ったりとか。こういう風に撮ることも可能ですよね。モノポットグリップ付き一脚。ね、地面にこう、パンと立てて、こうやって撮影するって、安定した撮影ができるっていうのが一脚の売りなんですけども、さらにこれグリップが付いてるので、こうやって持てますよっていうような、ことでございます。はい。はい、というわけで以上が私が、YouTuber として活動する際に、毎日現役として活用しております、撮影機材でございました。すべて商品のリンク、下の概要欄にございます。そして、商品を個々で紹介した動画のリンクも下に貼ってございますので、そちらを参照していただけると、また、そちらの内容が分かって面白いかもしれません。というわけで、では、ではでは。PC の方は、YouTube 画面の中ほどにある、もっと見るをクリックで見れます。スマホの方は、動画のタイトルをタップすると見れます。よろしく。主に iPhone のコンテンツを常に毎日更新している動画チャンネルでございますので、よかったらですね、チャンネル登録の方をお願いしたいんですけれども、動画をご覧いただいております、下の方にですね、赤いボタンが存在します。PC の場合はこちらをクリックしていただくとチャンネル登録をすることが可能となっております。そして、スマホ、画面は iPhone のものになりますが、下の方にですね、チャンネル登録のボタンがございます。こちらをタップしていただくとチャンネル登録することが可能となっております。登録していただいて、私のチャンネルを、動画を、ご覧いただければなと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。